ちゃくちゃ大丈夫ですので今日もやっていくんですけど、今日はね、昨日の、クララリーグアジアの、振り返りをねしていこうかなと思います。で、昨日ですね、2戦目ですね。で、タロンと戦ったんですけど、まあそのね、自分がね 1v1 に出たんで、そのね、あの、まあ、リプレイを解説していこうかなと思います。ということでいきます。ポチッ、あ、やばい、ここで入ってた、あぶねー。はい、なんですけど、まあそうですね、ここら辺はやっぱで、しかもここあれなんですよ、その前回今日セオリーに負けてるじゃないですか。でそれで、今回でタロンなんですけど、次キックスなんですよ僕たち。その10日後か、もう10日後に戦うのがキックスなんで、ね、結構ねプレッシャーすごかったですね。で、コメントとかでなんか顔が硬いとか、なんかめっちゃ緊張してるとか言われたんですけど、マジでそうです。もう本当にね結構緊張した。で、まだでもその 2v2 のペアがね勝ってきてくれたんで、まだね、まだ緊張ちょっとねほぐれたんですけど、そこでなんですけど、あのね、でも結構やっぱ勝たなきゃあかんな感がすごかったんでね、やっぱね緊張しちゃいましたね。うん、結構ガチガチになってましたね。でも言うてなんかプレイに支障があるレベルではなかったんで良かったですけど、もうこのバクバク感がやばかったですね、マジで。そう、本当にね、本当にやばかった。だからちょっとね、まあそうなんですけど、まあ、ここね1本目取れば、その中は作戦的なのがあったんで、その1回目にこれを出して2回目にこれを出すっていうのがあったんで、1本目に勝てればもうほぼ結構いい、多分勝ちなんじゃないかなぐらい。1本目を負ければ逆にどうしようみたいな、そんな感じだったんで、ここがねマジで大事だったんですね、そのワイラの作戦的にはね。そうなんで、1戦目ね本当に勝ちたいなっていうところで、はい。で、ここはね、先に言っとくと、ペッカミラーだったっすね。で、中身も全く同じですね。うん。俺がいつも使ってる、エレキマジャチャのやつなんですけど、中身が、ね、ゴーストをダクプリにしてます。そうですね。で、相手がね、やっぱダクプリ型得意で、ペッカミラーって基本ゴーストとダクプリが勝ち合った時に、ダクプリ型の方が圧倒的に強いんですね。だから相手が得意なのがダクプリ型だったんで、まあ俺はね、ゴースト型の方が得意なんですけど、まあ、しゃーなしでね、ちょっと相手に合わせたって感じですね。で、そう、ペッカミラー。で、これ、ケツペッカしていくって感じなんですけどね。もうこれ、マジ動きから渋くて、本当は、ペッカミラーって、最初の、ユーノとか、ゴーストとか、ダックプリに対して、ペッカをね、当てるのがね、正解なんですよ。相手みたいにこうやって。そうなんですけど、俺は、こうね、なかったんですね、ペッカが初手に。そう、雪玉を切って回してもなくて、まあ、言うて6番目にペッカあったんで、まだ恵まれてる方であったんですけど、そう、だから、ダックプリを出したら、もうね、そこで、バジーンっていかれて、渋かったなマジで。まあけど言うてっすね、これ言うの食ってくれて、俺もねこれを言うのでギリ受けして、はい、トゥクトゥクってオッケーピピピして、はい、で残ってね、まあ、これはね結構無視できない体力なんで、ここで何かしら出してくるだろうと思ってね、で雪玉を、あ、出してこないんだって、雪玉パーンって手札回しして、ケツペッカですね、ここでジャギンという感じで、で相手もね同じようにケツペッカですね。はい。で、ここは何したっけな、エレキでポイズンを攻撃に打ったんだっけな、確かどうだったかな、確かお互いエレキ付き合って攻撃にポイズンを俺が打ったような気がしますね。ですね。で、タワーごとポイズン打って、はいはいはい、という感じで、まあ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 、まあ、でこうなると相手が確かダックプリで受けてきて、はい、ダクプリで受けてきて、それを、まあ、ユーノで美味しくいただく感じなんですけど、このユーノなんですけど、もうちょっと後ろか、もうちょっと遅めに出してれば、こうね、盾が剥がれた後に突進が当たってたんですね。そうだから、もうちょっとね、ユーノが残ったんですけどね。まあ、しゃーなしですね。で、これで、ペッカ、この位置ですね。マジアチャが内側から出してきた時には、外側から出す。で、外側から出したマジアチャに対しては、内側から出してあげると、タワーがあって、こう打つんですよ。こう打つか、こう打つかなんで、タワーにね、ダメージが入らないんですね、事故で。そうなんで、今みたいに内側から出したマジアチャに対して、こうやって内側から出したエレキとかね、そういうのにマジアチャが打つと入っちゃうんですけど、逆にね、外側からとか内側からこうやってクロスするように出せば、絶対にそのタワーにダメージが入らないんで、ね、これはちょっと豆知識ですね。はい。という感じでね、まあ、これ両サイドどっちも強して、アドがあるんで、ケツペッカですね。ジャギンという感じでやっていき、まあ、この時点で3アドですね。美味しい美味しいという感じで、こ
ここはどうしたんだっけな、後ろからダックプリ出したんかな、うん、ダックプリを出して押し上げていき、ここは、マジャチャですね、確かマジャチャでぶち抜いたような気がしますね。で相手はマジャチャここに出してきて、でユーノ出すんですけど、もうね相手が読んでて、それでね防がれるって感じで、相手もねめちゃくちゃうまかったですね正直。そう、俺ペッカミラーなら余裕だろうと思ったんですけど、相手もうまくて、やっぱりその全然結構渋かったですね。でここもエレキで、あエレキじゃないペッカでマジャチャからぶち抜いてから、まあ、エレキで止めつつ雪玉でノックバックでペッカと、まあ工場にスローかけるという感じで、まあ、ペッカもね若干残って、でここで、まあダックプリ先頭ババが殴りそうだったんで、ダックプリ出したらまさかのね、まさかのマジャチャが来るという感じでね、でこういうのいらんかったな、まあですけど、言うて言うてこのこっちの形も結構強いんでね、これこれはこれでね、これペッカうんなんですけどね、まあこれマジャチャ出そうか迷って、ワンチャンマルシュなら出したかなと思うんですけど、ちょっとひよっちゃったんですよね。そうで、ひよってる間にエリクサーが溜まったんで、まあペッカを出すって感じで、でもこのエレキ入れたくないんでね、ペッカを出してはいという感じで、とりあえずねここでペッカぶち殴り合って、でペッカがない時にあのバチコリ攻撃すると刺さるんで、ペッカーとかエレキードしか受けれないね。でそのエレキにポイズン打ってあげるって感じで、まあ相手はねダックプリ出したんで雪玉しかないっていう感じで、まあ、これねで、エレキが絶対来るだろう読みのポイズンと、まあ、雪玉でね、まあ、GG という感じで、まあ、ペッカミラーは制することができて、まあ、この時点で結構安心ですね。やっぱ俺がそのずっとペッカを使ってて、でペッカにはめちゃくちゃ自信があって、その世界一のペッカ使いがいるんですけど、それ以外にだったらもう誰と戦っても勝てるっていう自信があるんですね。まあ言うてその時と場合はあるんですけど、基本的にはもう誰にでも勝てる。そう、そのペッカ使いには俺今7連敗ぐらいしてるんですけどね、マルチで当たって。そうだけど、あのそれ以外にはもうほぼ勝ってるんでね。そうなんで、ペッカミラーでは、ね、勝たなきゃなっていう、まあプレッシャーも若干あり、まあ無駄なんですけどね。言うて無駄な、なんかあれなんですけど。プレッシャーもあり、結構ね、まあ良かったんですけど、まあ一戦目勝って、あーと、とりあえず落ち着きですね。こうやってもう、こうやってやってましたね、確か。そう、良かったーっつって。もうね、やっぱね、勝たなきゃなーっていうのがあって、まあリーグの、その同じリーグのね、相手がね、強すぎるっていうのもあるんですけど、やっぱり勝たなきゃなーっていうのがあって、そうですね。はい、ってな感じで、やっていくんですけど、結構タイムアウト長いですね。でもここら辺は、まあ、俺的にもうなんかだろう、結構やばすぎるデッキが来たらなんか話し合ってちょっとデッキ決めようかって言ってたんですけど、言うてなんかもう普通中の普通じゃないですか、相手が来たデッキがテンプレ中のテンプレなんで、そうなんで、まあこれはまあプラン通りやなという感じで、もう次にね出すデッキはもう決まってたんで、ここはもう雑談をしてますね。めっちゃ楽しそうに話してる。まあそうですね、まあこういう感じで結構ね、あの話して、まあ、緊張がほぐれるみたいなね、そんな感じですね。うん、おー、なんか他のチームとか何話してるのかちょっと気になるんですけどね。逆にどういうこと話してるのかなって。もう俺らそのタイムアウトとかでも基本的にもうコミュニケーション取るだけなんで、デッキで迷うっていうのはあんまないんですよね。まあなんかそうなんだろう、だいたい1分とかで決まっちゃうんで、残り1分とかはもうこうやってわちゃわちゃして、まあね、緊張ほぐすみたいな。もう俺が行くときも大体本当にマジでなんだろう、もう世間話するのもおかしいけど、まあ、そんなもう適当に話してますね、マジで。てな感じで、ね、まあまあまあ、でここら辺はまあこういうのがあるからね、まあ注意してけよーぐらいの感じで、行ってくるわーっつって、まあそんな感じですね。うん、で2戦目にはね、あーでまだ試合始まんないか、まあ、2戦目には、ね、俺はねちょっとあのラバーを出すんですけど、でそのラバーもね結構やっぱもうラバーを出すっていう絞ってね練習してて、であのあやばい、まつげ入った、最悪だ、めっちゃ目痛い。はい、なんですけどラットにね、ラットは結構そのラバーでトロねめちゃくちゃ上げてて、でラバーがねうまいんでね、あのラットにね、あどうやったらうまなんかどうやったらうまく使えるのはおかしいけど、あのここどうすんのとか、ここどうすんのとかね、めっちゃ、ね、あの聞いて、ラットがね結構なんだろう、細かく分かりやすく、ね、教えてくれたんで、ね、そこら辺結構余暇的に立ち回れたんじゃないかなと思いますね。うん、でこれお互いガン待ちですね。で俺初手ラバーがなかったんでね、あの初手ラバーがあるときは残り1分まで待っていいんですけど、ないときは動かなきゃいけないんでね、
こうやってこの辺で確かごぼりを置いたら、たまたま相手が雪玉投げてきて、かぶってラッキーラッキーという感じですね。おや。で、これでごぼりを置いて、相手もごぼりを置いて、俺がケツメガゴを出して、で、相手は何したっけな、ダックプリかな、確か。ダックプリを出して、俺が左に、ケツディガーですね。で、これケツディガー、割としますね。やっぱ、ラバーとかってちょっと空が多かったりするんで、陸のね、ディガーも全然防衛に使っちゃっていいですね。で、ラットが言ってました。そう。なんで使っていいです。で、スパーキーに合わせてケツラバー。で、これで、ベビドラをつけるんですけど、後ろに。そうなると、ごぼうりも回って、手札にザップファイブを、なんだっけ、ごぼうり。で、縦線もある、みたいな感じで、ね、結構ね、豊富なんですよね。だ守りの択がいっぱいあって、ザップ打ってからこうだとか、ごぼうりを直当てするとか、縦線で囲むとかね、いっぱいあったんですけど、結構ね、そのメガゴで囲う、メガゴと縦線で早めにしばくっていうね、方法でこうやって簡単につなげられたんで、結構ね、やっぱいい守りができたんじゃないかなと思いますね。うん。はい、という感じで、一本ね、開幕折っていき、まあね、相手はね、この方のテンプレは、ファイボじゃなくてね、ライトニングなんで、まあ、ユニット固めても全然大丈夫やろって感じで、穴掘りもね、ちゃんと飛ばしていきっていう感じですね。うん。で、とりあえず、これね、相手と雪玉とケツラバ被って、ここもごぼうり置こうかね、守りから入ろうか迷ったんですけど、多分こっちの方が正解ですね。ごぼうり置いたら、同サイドにね、スパーキー合わせられて、そのごぼうりをね、スパーキーバーン打たれて、前にゴブジャイタされて、ライトニング構えられて、その施設がない状態で、ベビドラとメガゴを飛ばされるっていう形がね、できちゃうんで。で、ここ見てください、ここ。ファイブザパイアイ、メガゴに一発も流してない。これなんですけどね。まあ、スパーキーね、メガゴ2発プラスファイブザップで死ぬんで、それで、メガゴをね、相手のメガゴに出せる位置に出したら絶対メガゴ来ると思って、まあ、来なくてもスパーキーが処理できるから、まあ、タワー1本折られることはないだろうって感じでね、ファイブザップを打っていきましたね。うん。ってな感じで、もう真ん中ラバーですね。もうこれやったら勝ちっすね。真ん中ラバーは、もう、キングのタゲ取って、パピーラバーの後に、もうこういうバンバンダクダクのね、感じでいけるんで、ね、こうやってサンクラ取れて、まあ、GG と。いう感じですね。まあ、勝ててよかったね。本当に。ああ、俺もだってこの勝負、いつもはこうやってそのままこうやってやるんですけど、わあ、よかったーってめっちゃ言ってるからね。本当にね、結構ね、まあ、プレッシャーもあったんでね。まあ、よかったですけど、まあ、結構、練習の成果ができて、よかったですね。もうみんななんか負けてからバカみたいにクラロワやってたんで、本当になんかすごかったんですよね。もうみんな、なんか本若で、本若で結構マルチとかやってるんですけどね。なんかもう人によるんですけど、大体なんか900戦から700戦をなんか1週間で、ね、マルチ本赤だけですよでやってて、いや、やばい、めっちゃやってるやんっつって、でサブ赤でもその何百戦もそのなんかグラチャリとかねやってるんで、ね、いや、やばい、めっちゃやってるみたいな感じなんですけどね、やっぱり初戦負けたのがね、やっぱ痛すぎて、正直ね、勝ちたかったんで、ね、ポンスいつもなんか初戦負けちゃうんで、そうなんで勝ちたかったんですけど、言うてね、また負けちゃって、でここは絶対落とせないって感じでね、勝ち抜きとかも想定してみんなもうシングルバキバキに仕上げて、ね、やってたんで、まあ誰が出てもね勝てたんじゃないかなと思うんですけど、まあね、俺がちょっと今回はえいえいえいという感じでね、まあできました。で、10日後にねまたキックス戦があるんでね、キックスねやばいっすよ。昨日ね見た人はね、クララリーグ見た人わかると思うんですけど、ベンツがえぐい、ベンザーをねヒュッて倒すっていうね、やばいんですよね。そうだから俺らもね、でもあんくらいにならなきゃいけないんでね、まあでも結構やっぱ強豪だし、結構やっぱ格上だなっていう感じはねするんでね、まあそこをね頑張ってね、もう勝ち抜きには行きたくないんでね、まあシングルも勝って、ツーリツも勝って、ストレートで勝ちたいなという感じなんでね、もしよければね、応援引き続きよろしくお願いします。で、昨日はね、ちょっと YouTube の更新がね、途絶えちゃって、ちょっと申し訳ないんですけど、また試合終わって、10日間、結構開くんでね、毎日ね、動画を出していきたいと思ってるんで、ね、もしよければ、高評価、チャンネル登録、よろしくお願いします。って感じで、今日はこの辺で終わります。バイバイ。